知ってる？あのレイナって、ああ見えてとんだ尻がる女なのよ。取引先との営業で平気で枕しまくっててすごいなって思って。中には不倫関係にある人もいるみたいよ。やばすぎよね。イブちゃん！私が見つけた時にはもう遅かった。ブラックワールド。私はレイナ。今年この会社に入った新入社員。同期には同じ女性社員のイブちゃんという子がいる。イブ、天然だからわかんない。もう一回教えてください。大丈夫。何回でも教えてあげるよ。もう一度最初から説明するね。イブちゃんは天然っていうのか。だから何でも気軽に困ったことを先輩社員に聞けるのかな。私はわからないことがあっても、なるべく一人で解決しようとしちゃうから、見習わないとな。天然キャラって便利ね。どんな男もこれでイチコロよ。そうだ、イブちゃん。また僕と一緒に食事に行かないかい？もちろん僕のおごりだよ。いい店があるんだ。考えときます。ただ飯食べれるのはいいんだけど、おじさんの相手するのは結構大変なのよね。昼休憩の時間。お疲れ、レイナ。飯今から食いに行かねえか？あ、私今日はお弁当作って持ってきたんです。おお、どれどれ。あれ？あれれ？どうしよう、私。間違えて二段ともご飯入れてきちゃいました。今日急いでたから。泣くな、レイナ。大丈夫だ。ちょっと待ってろ。え？レイナちゃん、お弁当間違えて作っちゃったって？ドジっ子で可愛いな。俺たちの弁当のおかずあげるよ。ほら。いいんですか？ありがとうございます。レイナは素直でいい子だ。その上可愛いときたら男たちが黙ってない。ライバルは多そうだな。リョータ先輩、またレイナのところにいる。あんな奴にあのイケメンエリートなリョータ先輩はもったいないわ。私こそリョータ先輩の隣に立つのにふさわしいはずなのに。リョータ先輩、これからお昼ですか？イブと一緒に食べませんか？悪い。今は一人で食べに行きたい気分なんだ。そうですか。残念です。リョータ先輩、さっきはレイナを食べに誘ってたのに。休憩時間が終わり、仕事が始まった。レイナ、わからないことがあったらすぐ俺に聞くんだぞ。お前はまだ入社して間もないんだから、どんどん人に頼ればいいんだ。そのためにこの俺、教育係がいるんだからな。はい、ありがとうございます。頼りにしています、先輩。ああ、イブもまたわからないことできちゃった。先輩、教えてください。イブちゃん、どうしたの？イブちゃんの教育係は僕だから、何かあったら遠慮なく僕に言ってね。やっぱり大丈夫です。なんでよりによって私の教育係はこんなブサメンなのよ。絶対おかしいわ。リョータ先輩に教えてもらった時は分かったんです。イブ天然だから、教える人が変わると分かんない。そうかいそうかい。僕としてはちょっと残念だけど、それなら仕方ないね。おい、リョータくん、こっちに来て対応してあげて。しめしめ。さすがのレイナも相手がブサメン上司だと態度も変わってるんじゃないかしら。山口先輩、とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。でぅぅ、可憐な美少女のためなら、いやいや、可愛い後輩のためなら、こんなこと朝飯前だよ。嘘、山口を目の前にしてあの笑顔。はぁ、あ、レイナ本当に可愛いな。リョータ先輩も見とれちゃってるし。先輩、手止まってますよ。ああ、ごめんごめん。イライラする。こうなったらレイナに痛い目見せてやる。レイナちゃん、お疲れ。喉乾いてない？コーヒー入れてきたよ。わあ、イブちゃんありがとう。あ、ごめん。イブ天然だからこぼしちゃった。天然って大変だね。イブちゃん大丈夫？やけどしてない？おい、どうしたんだ？イブ、うっかりドジっちゃって。レイナ、服が汚れてるじゃないか。待ってろ、すぐに新しい制服持ってきてやるからな。あ、ありがとうございます。何よ、リョータ先輩たらずっとレイナレイナって。こんなもんじゃ足りないわ。もっとひどい目に遭わせてやる。段差もないところで転ぶなんてバカね。ごめんなさい、私物とか壊してない？大丈夫かな。レイナ、大丈夫か？よかった、軽い擦り傷で。絆創膏も持ってきたからな、貼ってやるよ。何から何まですみません。今度は擦り傷じゃ済ませないわよ。
知ってる？あのレイナってああ見えてとんだ尻がれ女なのよ。取引先とも営業で平気で枕しまくっててすごいなって思って。中には不倫関係にある人もいるみたいよ。やばすぎよね。エヴちゃん、私が見つけた時にはもう遅かった。かつて仲良くしてくれていた女性社員のみんなはイブの作り話を信じ込んでいて、私に冷ややかな目を向けるだけだった。なんでそんなこと言うの？イブちゃん！あれ？これって言っちゃいけないことだったのかな？イブ天然だからわからなくって。ごめんね。みんな、本気にしないでね。あんなの全部嘘だから。ね、信じてくれるよね？みんな、待ってよ！それから噂は一気に広がり、私は社員のみんなから避けられるようになった。さすがの良太先輩もそれに気づいたようで、私を心配して声をかけてくれた。レイナ、なんで最近避けられてるんだよ。なんか思い当たる節は？なんでもないです。気にしないでください。私もともと友達少ないですし。レイナが口を割らないなら周りに聞き込むしかないな。一体何があったんだ？それにしてもまさかあのレイナちゃんがね。レイナがどうしたんだ？人間として終わってるって話よ。あれ聞いてからあの子を見る目が変わっちゃってね。誰から聞いた？ルンルンルン。イブちゃんご機嫌だね。この後どこか行くの？私大好きな涼太先輩から呼び出されちゃって。何のことかな？もしかして私告白されちゃうのかな？そうかい、それはよかったね。お待たせしました、涼太先輩。ってなんでレイナまでいるの？イブ、お前だよな。ありもしないレイナの噂話を会社中に流したの。え？何のことかな？イブ、天然だからわかんない。お前、いい加減にしろよ。だいたいな、本物の天然は自分で自分のこと天然とか言わねえんだよ。だって、それはその…イブちゃん、ごめんね。そう思っちゃうのも無理ないよね。私、普段から男の人に囲まれてること多いし。なんてピュアなんだ。こんな時まで相手を思いやってフォローするなんて、レイナ、前から言おうと思ってた。好きだ。俺と付き合ってくれないか。え？嘘、リョータ先輩。私もです。こんな私でよかったら、よろしくお願いします。いやあ、私のリョータ先輩が、悔しい。あの後、リョータ先輩が会社中を渡り歩いて、私への誤解を解いてくれた。私は再び社員のみんなと打ち解けることができた。一方イブちゃんはというと、作り話で私を陥れたことがみんなにバレ、会社内で完全に腫れ物扱いされるようになった。涼太先輩とレイナ、ついに結婚までしちゃって、いいな、羨ましいな。イブちゃんは天然で可愛いね。僕たちもそろそろ結婚しようか。嫌に決まってるでしょ。気持ち悪い、くっつかないで、やだ。お客様、場内ではお静かに、暴れないでください。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。